南昇級駆逐艦は中国人民解放軍海軍のミサイル駆逐艦の艦級。人民解放軍海軍での名称は霊庫後、型駆逐艦。艦型が大きく装備も充実していることから、アメリカ国防総省や国際戦略研究所では、本級をミサイル巡洋艦と位置づけており、NATO コードネームは連敗型巡洋艦と呼称されている。 1995年の第三次台湾海峡危機の際にアメリカ海軍の圧倒的な能力を見せつけられた人民解放軍海軍は国産駆逐艦の性能限界を痛感した。これを受けて1999年から2000年にかけてロシア製の 956E 型駆逐艦2隻を緊急導入するとともに空母整備計画も視野に優れた。 対空戦能力を有するミサイル駆逐艦の整備が計画されるに至ったとみられている。2000年代の近代化着手時には複数の艦級が少数ずつ建造されていたが、2010年代中期より、例後に C 型の発展型である0 5 2D 型に絞り込んでの大量建造が開始された。ただし、海軍当局は同型の性能を認めつつも、 技術的な先進性は不十分であると考えていた。一方、人民解放軍海軍は海外の戦訓の分析も進めており、2003年のイラク戦争などから大型駆逐艦の優れた火力に着目した。また1982年のフォークランド紛争からは艦型が小さいと生産性も低下するとの分析が得られた。当時、世界的には あまりに大きな水上戦闘艦は、魚雷や対艦ミサイルに対し脆弱であると指摘されていたが、人民解放軍海軍は、大型化による火力強化や生産性の向上などといったメリットが上回ると判断した。これらの分析を踏まえて、人民解放軍海軍は、英語 2D 型よりもさらに、大型で、また技術的にも、先進的な水上戦闘艦の整備を、 計画するようになり、開発計画は2009年末に正式に承認された。これによって建造されたのが本級である。2014年4月には、湖北省武漢市にある空母、皇帝シミュレーションプラットフォームの隣に、新型駆逐艦のモックアップを建設している写真がインターネット上に掲載された。同年には、上海市の江南造船で一番艦の建造が開始され、 これは2017年6月28日に難省として浸水した。なお、第1期の建造契約は8隻で終了し、第2期分は発展型の05ホ A 型に移行したものとみられている。全海軍年間では、本級の設計を端的に 052D 型の拡大型と記載しているが、実際には単純な拡大型ではなく、各種の新装備を搭載して、 多くの改正と発展が図られた艦となった。アメリカ海軍大学校が、この艦の最大の特徴は、その大きさにあると評する通り、例ゴ 2D 型と比べると、全長にして23メートル、排水量にして5500トンも増大しており、これより大型の水上戦闘艦としては、アメリカ海軍のズムールト級ミサイル駆逐艦と、ソ連海軍、ロシア海軍のキーロフ級、 ミサイル巡洋艦しかない。この大きさのために資料によっては本級は巡洋艦として扱われている。戦型は朝鮮首脳型で主戦隊は艦首から艦尾まで顕著なナックルを付している。設計にあたってはステルス性の向上が意識されており、曜病装置や軽流設備などは艦内に配置されて、それらの開口部や 搭載艇の格納場所などはすべてハッチを有する。またレーダー反射断面積のほか、水中放射雑音や赤外線放射なども低減された。この一環として、ーデ 2D 型では、前後に分散して配置されていたマストも、環境構造物上の統合マストに一本化された。中国駆逐艦では、1993年に収益した例語二型からーディー型に至るまで、 コドック方式の機関を採用してきた。そのガスタービンエンジンとしては、零52型一番艦では、アメリカ製のゼネラルエレクトリック LM2500 を用いていたが、同系2番艦以降ではほぼ同出力のウクライナ製 GT25000 が導入され、零 52C 型の後期立て造艦からはこれを国産化した QC-280 に移行した。そして本級では、 この QC-280 がスタービンエンジン4機を用いた古豪具方式の機関が採用された。13万馬力の出力を確保して32ノットの速力を発揮可能とされている。なお、本級の計画段階ではズムールと Q と同様の統合電気推進方式の導入が検討されていたという経緯もあり、発展型の05 5 A 型では、 本格的に同方式の導入が計画されている。これにより燃費の改善や機関部容積の削減といった恩恵があるほか、レールガンや指向性エネルギー兵器など消費電力が大きい新兵器の搭載にも対応できるものと期待されている。レーダーについては S バンドのアクティブフェーズドアレイアンテナを環境構造物の紙面に設置するのは例後、2D 型と同様だが、 同型で搭載された 364A 型レーダーと比べて、本級の364バイト型レーダーのアンテナ面積は40%拡大され、探知距離は60%延伸されたとされている。アメリカ海軍では、総合的に、自軍のアン・スパイマイナス6よりも優れている、可能性を指摘している。上記の統合マストの中段には、X バンドの i アンテナが設置されており、 これは364バイト型レーダーを保管して、低空警戒、耐水上捜索を担当する。これらのレーダーは、デュアルバンドレーダーとして統合されて運用されるが、これは中国軍艦としては、初の試みである。なお統合マストには、この X バンドレーダーの他に C バンドや L バンド、さらには、ステルス機対策として、極超短波体のレーダーも搭載されているという説も、 ある。一方、052C、D 型で搭載されていた517型レーダーは廃止された。ソナーとしては、単身技と栄光ソナーの両方を装備しており、05、2D 型で装備された、SJD-9 と SJG-311 の組み合わせか、その性能向上型であると見られている。戦術情報処理装置は、052C 型の、 後期建て造艦や零ツーディー型で搭載された h z b j 一をベースとして地上のレーダーモートのデータ連携能力や艦隊の広域防空式艦制にあたる機関としての共同交戦能力を付与するなどした新型機であるとみられている。なお、中国で発行されている現代艦船では本級と海上自衛隊のマヤ型護衛艦を比べるとセンサーの面では 本級が優れるが、式、統制における統合という面では、マヤ型の方が優れているであろうと評価している。本級の武装の中核となるのが112セルのミサイル、垂直発射装置で、監視艦班に64セル、チューブ艦班に48セルが配置されている。この発射機は、西側諸国のマーク41よりもセルが大きく、容石にして60%以上大きい。 とも分析されているこの発射機は、各種ミサイルを使用可能な汎用型であり、艦隊空ミサイルとしては長距離用の HHQ-9B と中距離用の HHQ-16B、艦隊艦ミサイルとしては YJ-18、対地巡航ミサイルとしては CJ-10、対戦ミサイルとしては U-8 を搭載できる。また、VLS とは別に、 近接防空ミサイルとしては、h h 十の二十四連装発射機を、後部上構え上に、また近距離用の対戦兵器として三百二十四ミリメートル魚雷発射管を、艦中部量源に備えている。方向兵器については、艦砲は 05-2D 型と同じ七十口径百三十ミリメートル単装砲だが、CIWS は零零一型航空母艦と、同じく、 30mm ガトリング砲の方針を増やして発射速度を向上させた1130型に変更された。なお、上記の通り、発展型の 055A 型では、レールガンや指向性エネルギー兵器など、消費電力が大きい新兵器の搭載が検討されており、非公式に電磁戦艦とも通称される。後部上構えには、ヘリコプターに気分の格納庫が設けられ、 その直後の完備艦班はヘリコプター艦班とされている。関西ヘリコプターとしては従来用いられてきた Z-9 のほか、より大型の Z-8 や新型の Z-18F や Z-20F の搭載にも対応していると言われている。ただし特にヘリコプター艦班の大きさから、これらの大型機の運用は困難とも指摘されている。 一番艦は2020年1月12日に収益した。以降、英語に DL 型駆逐艦と並行して建造が進められている。2017年に商業衛星写真により、上海市の江南造船所の仙台にて一、二番艦、大連市の大連造船所のドックにて三、四番艦の四隻が同時建造されているのが確認。同年六月には、 江南造船所で5番艦のモジュールが確認され、2018年3月には大連造船所にて6番艦の建造が始まっていることが確認された。2020年末には一挙12隻以上の大量生産が開始されたとの情報が流れた。人民解放軍海軍の運用構想において、本級は空母の直江艦として機動部隊を構成するほか、 自ら水上戦闘軍の機関となることも想定されている。2021年3月18日、南章が本命旧駆逐艦、生徒と郊外型フリゲート体系を伴い、津島海峡を通過して日本海へ航行したことが海上自衛隊の P-3C 小海機、多用都支援艦、天草及びミサイル艇、白鷹によって確認された。英語語型が 海上自衛隊に認知されたのはこの時が初。ありがとうございます。